大事な会議、ねえ。一体何なんだ？でも、そんなこと滅多にあるもんじゃない。大したことないといいんだけど。それでは今から、緊急議会を開催する。本日の議題はユネ様。ユネ様の我々への裏切りについてです。裏切り？そうです。あなたは聖人、国で最も清いとされながら、ある特定の女性を愛しているでしょう。あなたは神官、博愛であることを求められる崇高な存在にもかかわらず、愚かな恋に溺れるとは。これは民への裏切りです。そもそもこの国では、法で定められし者以外との恋愛は大罪。よって議会はあなたを告発する。告発か。オーナーはなぜか得意げだけど、こうなることもあるだろうとは予測していたからな。だから絶対に秘密が漏れないとは考えてなかった。もっとも、予想してたよりもずっと早くバレたのには驚いたけど、それに恋であってまだ愛には至っていないんだけど。なのにウォーナーは愛してるとか叫んでさ。何がおかしい？お前は、いや、お前たちは、私よりよっぽど人間だというのに、愛を否定するとは滑稽だと思ってな。その口ぶり、罪を認めるか？そうだね。お前が私のこの感情を罪と呼ぶのなら、ああ、認めてやろう。さあ、ここからだ。ユネ石英。ここにいる誰よりも。いい機会だ。お前たちに教えてやろう。人の根源は愛だ。愛あればこそ、人は感情を持ち、行動し、社会を形成する。当然、その社会にはお前たちが礎となっているこの国も含まれる。だが、この国では愛は制限され、場合により罪だと非難される。国の創世記、大洪水を逃れた私やお前たちの祖先は、生存のために早急に法を作成した。最初に決まった法が人口統制。我々には仲間が必要だったからだ。
確実に増やし、互いを支え、血を継ぎ、未来を作る仲間が、恋愛や結婚、出産を個人に任せては、人口を計画的に増加できない。それは未熟な国家にとって、発展の妨げとなると、当時の私たちは考えた。故に私たちは、自由恋愛を罪とし、家庭を管理する法を定めることにした。政府の指示で、男女を組み合わせることにしたんだ。まるで家畜のように。組み合わせは効率が優先され、個人の感情は一切考慮されない。この人権を無視した法に反論者がいなかったのは、国の未熟さを全員が痛感していたからだ。それから幾百の時を経て、今もなお、この古い法は修正されることなく民を縛り、民はそれを当然として受け入れている。科学や技術が発展した今、私はその法の存在理由に疑問がある。最初に述べた通り、愛あればこそ、人は人でいられるからだ。しかしながら、罰を免れる気はない。私はその悪法を作った一人だからだ。そして、今日まで見過ごしてきた報いも、受けなければいけない。だから私は、愛をもってお前たちが私の愛を否定することを許そう。課せられる罰をすべて受け入れよう。聖人とはあろうかだが、罪深き愛を主張するなど、化け物は化け物でしかないということか。いや、もはや聖人ではない。ただの罪人、滞在人だ。そうだよ。私は聖人ではない。聖人など、国の都合に合わせて作られた、ただの幻影だ。愛で罰せられるのは、私が最後であるよう願っている。世話になったな。さらばだ。ユネセキエイ、お前を、法廷外恋愛の罪で、下界へ追放する！からだ。彼女はどうなったのだろう。彼女に悪いことをしたかもしれない。いや、悪いことをしたんだ、私は。もう、どうして今更、泣けるのかな。アルセン・クライムと別れた時だって泣かなかった。泣けなかったのに。
胸が痛い。苦しくて。恋をすれば死ねると思った。だからお前を好きになった。なのに、計画は失敗した。私は未だに生きている。なのに、私は、お前が恋しいままだ。ああ、どうしよう。お前に悪いことをしてしまった。お前には笑っていてほしい。幸せになってほしい。なのに、私は道連れに、私が人になりたいと願ったばかりに。ごめんなさい。ユニ、アワ。石英、なんだ、もう会えないと思っていたのに。どうする？私が、石英の愛を拒んだからだよ。散々世話になっておいて、突き放したんだ。見限られただろうなってさ。愛は簡単に尽きるものではありません。私はあなたの中にいます。ですからまだ、今は。もう、去ってしまう？そうです。あなたが彼女の思いを思うほど、あなたの心の中で私の領域が狭くなっていく。私の力が弱い。やばい。そう。死ねるということか。嬉しいですか？うん。嬉しいよ。でもね、変だな。悔しいとも思うんだ。彼女がどうなったか、わからないまま死ぬのは、とても悔しい。身勝手だよね。殺せと頼んで、殺すと脅して、次は心配してるんだ。誰よりも年寄りなのに、私は子供だ。そうですね。ですけど、それが人というものでもないでしょう。人？そう。永遠に生きる私のような功績には、理解でき、移ろいゆくもの。変わるからこそ、美しい気持ち。あなたは、そう。所詮の人、戻るべきところへ戻ろうとして。功績は人を愛するなど、どこまでご一緒できるかわかりません。最後に、最後に。ありがとう、石英。道中、お疲れ様でした。うん。まずは施設内の独房へ入っていただきます。今後どうするかは、これから考えます。お前の好きにすればいい。私はもう成人ではない。ここへ落とされるものと同じ。罪人だ。おい、あれユネ様じゃないか。罪を犯したという話は本当だったということ？全ては今日の出来事だというのに、随分と早いものだな。
罪を犯したってなんだよ。成人じゃなかったってことか。んだよそれ、俺たちを騙してたってことか。くそ。ちょっと石を投げるなんてよしなさい、怪我するわよ。そうだ、彼女の言う通り投石はしない方が身のためだ。ああ、あいつは罪人なんだろ。これくらいしねえと。ああ、しなければよいもの。痛み。そうか、石英の力が。え、どうしてだ。ユネ様は不老不死で神に愛されていて怪我を負わないはず。つまり騙されてたってこと。ひどいわ。こんなんで満足できねえ。恥を知れ化け物。ああ、ちっ、私への罰だ。受け入れなくてはいけない、避けてはいけない、許さなくてはいけない、憎んではいけない。耐えろ耐えろ耐えろ。どうしてだ石英、私は死にたいのに。この程度ではダメだということ、早く楽にしてくれ。いるか、グリッサード殿。ええ、どうしました。おやおや、そちらは成人。いや、今は違うか。ユネ、新しく送られてきたおもちゃだ。人聞きが悪いですよ。罪人と呼ばなければどちらも一緒だ。君にとってはそうでしょうね。しかし、ひどい怪我ですね。この怪我、普通の人間なら間違いなく死んでいましたよ。私は、貴重な研究対象です。無傷で連れてきて欲しかったですね。ええ。ならば事前に言っていただきたい。だが問題ないだろう。そいつは化け物だ。死にはしないまあそうですね。私はとある理由で蘇生を研究していましてね、ずっと御身に興味がありました。貴重な研究対象としてできるだけもてなしますので、末永くお付き合いくださいね。不老不死とは、血液も常人と異なるものなんでしょうか。
ああ、私は力で叩きのめされても、血を奪われても、こんな状態では何もできない。諦めれば楽になるのかな。はあ、弱ったな。一つだけ諦められないものがあった。お前だけは、お前のことだけは諦められない。暴力よりもずっと、何よりも痛みがひどい。私はどうなってもいい。血でも肉でも、欲しいなら何でもくれてやる。誰でもいい。どうか、彼女を。彼女を。た。ああ、もう、わかってるってば。っていうか静かにしろよ。バレたらどうすんのさ。あとで？めんどくさそう。おい、起きろ。機械みたいにいろんな線に繋がれてさ。生きてるんだろ？返事しろよって。二人とも、どうしてここに？はぁ？言葉遣いなんてどうだっていいだろ。僕、宗教興味ないし、石英なんかどうでもいいし。もう、二人ともうるさいよ。ぐっすり寝てたのにさ。なんだ、元気そうだな。ってこともないか。顔色めちゃくちゃ悪いし。行くって、どこへ？うるさい。我慢できるだろ、これくらい。機械ごと引きずるなんて僕は無理。絶対無理だから。甘い匂いがする。この液体、何なんだ？いや。僕が経路を確保する係。あんたはこいつを運ぶ係、それでいいよな。けど、私が触れるのは。思い切りがいいというか、お前らしいね。女の子に担いでもらうのって、恥ずかしいな。変な感じがする。へえ、あんたにも恥ずかしいって感情はあるんだ。何をしている？いやいや、フィン君、そう睨んでは二人とも怖がって話してくれませんよ。
こんばんは、下界の情報屋さん。それから君までいるとは、私は幸運ですね。君は私の研究に必要ですから、お会いできて嬉しいという意味です。ところで、私の聖域で何をしてるんですか？招待をした覚えはないのですが。さあね。彼は私の大事な研究材料です。持ち去られては困りますね。あんたたちはこいつを神官だなんだって敬ってただろ。それはもう過去の話。今や上界にその方の居場所はなく、用はないんです。そんな中、私は使い道を見つけてやったんです。感謝してほしいくらいですね。ほら、おとなしく返しなさい。今なら見逃してあげてもいいですよ。返せ。物みたいに言うんだな。研究材料は物ですよ。それは過去の遺物。歪みによって生まれた人ではない。君の手には余るであろう化け物。有効活用してやろうというんです。返しなさい。僕は性格が悪くてね、返せって言われたら余計に返したくなくなる。はあ、仕方ありませんね。フィン君、お願いします。私の研究物を奪還なさい。対象は殺しても構いません。ただし、そちらのお嬢さんは生かしてくださいね。彼女もまた私の大切な材料ですから。クソ。元でしょ。彼は今やハウンズの一員。君との関係は過去のもの。研究後は差し上げますから、彼女を捕獲なさい、フィン君。どうし。俺にとって二人とも過去ではない。帰ると決めた場所になくてはならない存在。物のように扱われてはならない存在。お前などが好きに扱っていいはずがない。死ぬのはお前だ、グリッサード。行ってください。早く行ってください。そいつの言う通りだ。早くここから立ち去ろう。いいえ、行けません。やるべきことが残っていますので。はい。ですから、先に行ってください。はい。はい。俺があなたとの約束を破るはずないじゃないですか。俺のことを覚えててくれて、ありがとうございました。すみません。
約束です。あっけないものだな。ガキ、ネズミは仕留めたか？さあ。ち、なんということを。医師を殺したのか？邪魔者は排除しろと言ったのは、お前だ。バカ、見境なしに殺せとは言っていない。あれだけしつけてやったのに理解できないとは、だけんめ犬。俺はお前の犬じゃない。飼い主に向かってなんて口の利き方だ。再教育が必要だな。落ちこぼれ。うるさい。黙れ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 。牙をちらつかせて吠えることでしか抵抗できない。ガキ、やはり貴様は犬だ。犬は犬らしく這いつくばる。唾を垂らしながらもがく様、まさしく狂犬だな。だが安心しろ、俺は優しい主人だからな。貴様はまだ殺さん。感情も記憶も何もかも破壊し尽くし構成してやる。猟犬は猟犬でしかないことを教えてやろう。違う違う。逆転だな、ザクセ。どうだ、俺に見下される気分は。いいこと思いついた。見つけた。
こんなものか。こんなものだよな、俺の人生も。さあ、お前の好きな処刑を始めよう。そんなことをすれば貴様もただじゃ済まないぞ。問題ない、落ちることにはもう慣れた。殺してやる。死ななければ死ぬまで追いかけてやろう。お前だけは俺が殺す。殺処分の時間だ、ザクセン。できれば守りたかったんですけどね。すみません。どうかお元気で。